始まりました。本日なんですけど、今日はゴールデンウィークも近いということで、旅行を想定したパッキングをしていきます。よっ、本当は行く予定なんてないんだけど、まあ今回はゴールデンウィークが近いということで、ディズニーランドっていうことにしましょうか。ランドにするかどっちにしましょうね。まあどっちでもいいか。今日はミニマリストが女の子と行くディズニーランド1泊2日オフィシャルホテルに泊まりたい、そんな1泊2日の旅行のパッキングをしていきます。ぜひ最後まで見てってください。それでは早速始めていきます。レッツ始まるよ。ははは、ははは、どうぞ。早速始めていきます。行っちゃいます。行くよ。ミニマリストのパッキング、このペラペラの革のバッグに入れていきます。ペラペラバッグ、こんな感じ。ペラペラ柔らかいバッグです。いい味出てるでしょう。まずはこちら。はい、スプリームのバッグです。ゴールデンウィークの時期なんで、まあ、ちょっと脱いだりもできるデニムのジャケットに、はい、ボディバッグ。動く場面だし、前にね、荷物を持っておきたいタイプなので、後ろ心配。ボディバッグが好きです。まあちょっとスプリームマニアみたいになっちゃうかもしれないけど、他のブランドよりいいでしょう。真っ黒クロスケみたいな格好が多いので、こういうねデニムジャケットを着ていきたいと思います。安定していいよね。このボディバッグには何を入れていくかというと、こんな感じ。はい、バッグこちら。こんな感じのバッグです。中身を出していきます。はいはい、バッグの中身、まあこんな感じ。まあ、メガネはかけていることが多かったりとか、胸ポケットに入れていることが多いかな。はい、AirPods Pro。 あんまり旅行中に自己中に楽しんでも彼女に悪いので、いつもよりは使用頻度下がるかな。まあ彼女いないんですけど。はい、それからまあ鍵。はい、それから財布。長財布だとちょっと入らないのでギリギリなので、まあミニ財布でよかったかな。もうディズニーもペイペイとかかなり対応してんのかな。とりあえず小銭をジャラジャラ入れていかないようにはします。まああとここに後で紹介しますけど、日焼け止めとかモバイルバッテリーが入るかなっていうところですね。まあそれは彼女と話し合って、もっと大きいバッグを持っていくならそれに入れていったりとか、いろいろね考えたいと思います。彼女いないんですけどね。はい、次はゲッチねー。はい、こちらは美容系のグッズ、中身はこんな感じ。はい、ガチねー。はい、無印の透明のものにまとめています。中を出していきましょう。はいはい、はい、まずはこちらから。こちらはね、小分けのシャンプー。まあこれはディズニーのオフィシャルホテルだったら持っていかなくてもいいのかな。いいシャンプー置いてあるかな。ホテルによってはシャンプーでギッシギシっていう時もあるので、まあ僕美容師なので一応こういうのあるのでね、持っていこうかなとは思っています。旅行の時にはいつも持っていくようにしているので、彼女も嬉しいとはね思うんでね。まあ彼女いないんですけど。シャンプートリートメント持っていきます。はい、それからヘアワックス。はい、こちら意図的にもう全然入っていないもの、2回分ぐらいはあるかな。まあそのぐらいの量のヘアワックスを持って行って、向こうでもう捨てちゃうぐらい、ちょうどなくなりそうなものがあったらそうやって持っていくようにします。これも旅行のテクニック。はい、それからこちら。こちらはミーファといってスプレータイプの日焼け止め。これは小さいバッグに入れていくのかもしれませんね。スプレータイプなので途中でもシューッと気軽に日焼け止めもできます。これもね、まあ必須かな、これからの時期は。はい、それからマスクの替え。1枚ぐらいは持っていくかな。これは必須、このご時世。はい、それからこちら BB クリーム。こちらは肌色補正効果というかね、少し色が入っているので肌トラブルにも対応できるし、紫外線防止効果なんかも少しあったりするので、こちらは持っていこうと思います。はい、それから絆創膏。絆創膏もね、もうはしゃいで転んじゃったりとかね、何が起きるか分かりませんから、一応持っていくようにします。はい、美容系のアイテムはこのぐらい。何かないものに気づきませんか。っていうか入れ物がなくなっちゃった。どこだどこだ。やるよ。
透明だからって見えるでるん。すいません。まああとは小さいこういうアトマイザーってこうちっちゃいスプレーみたいなボトル、そのボトルに香水入れてったりもします。まあ彼女と行くんでね、匂いも大事ということでそういうの持ってったりします。まあ彼女いないし旅行も行かないんだけど。はい、そんな感じです。一見バラバラっと入っちゃってこれで大丈夫なのかなと思うんですけど、もしここに歯ブラシとヒゲ剃りが入っていたらそのままじゃ一緒に入れれないと思うんですけど、美容グッズの中に歯ブラシとヒゲ剃りを入れていないんです。なぜかというとヒゲはヒゲ脱毛しているのでヒゲを剃る必要がないんですよね。ヒゲが濃い方なんてディズニーランド楽しんでる間にすんごい青くなっちゃって、楽しんでる間にもう真っ青になっちゃって、ジーニーくんそんな青くないぞん。すいません。日常生活でも感じるんですけど、旅行の時には特にやってよかったなと思います。男性の方おすすめです。まあ歯ブラシに関してはホテルにあるものでいいかな。ホテルに置いてあるアメニティグッズに頼りますね。用意されてるんだからもう頼っちゃえばいいと思うんですよ。ホテルって何でもあるから助かるよね。もうジーニーみたいだね。ジーニー好きくん。はい。はい、まあ次ね、まあ旅行といえば携帯周辺のもの、モバイルバッテリー、充電器、僕が持っていくラインナップはこんな感じ。はい、モバイルバッテリー、もう満充電、もうマックス充電でいきます。こちら無印良品の、まあ、コンセントもしっかりついている、しかもモバイルバッテリーにもなるもの、これは一挙両得、まあ、そういう機能もついていた方がいいかなということで充電器はこれにしています。まあ、これ DJI OM5 って言ってスマホジンバルなんですけど、こんな感じで使うんですけど、見てこれ、これほら平行保ってくれるんです。おかしいでしょ動きが。ディズニーランドでも使いたいっちゃ使いたいけどね、まあ邪魔にならなかったら使おうかな。持っていくか持っていくかなというところですね。周りの迷惑とかを顧みずに TikTok とかを撮る気はないので。あ、それからあと、はい、こちらこれは iPhone の映像をテレビに映すもの。もしホテルで Netflix を大画面で一緒に見るなんていう時はこれが使えるので持ってこうか悩んでいます。こちらがアップルの純正のものだとネットフリックスが見れるようになったと聞いたので、充電しながらも見れるし、どうしようかな。それどころじゃない可能性もあるしね、盛り上がっちゃったら。何言ってんだ。彼女もいないんですけどね。はい、それからさっきも軽く触れたんですけど、まあ服装はとりあえず言えることはパンツは1本でいい、履いてくものだけでいいかなと思います。まあそこ変えなくてもいいでしょう。変えた方がいいかな。まあ身軽に行くためには、僕は最近は1泊2日の旅行ぐらいなら1本で行って、まあ、T シャツは着ていくものともう1枚は持っていこうかな。以前は服も大量に持って行ったりとか、靴もスニーカーとブーツ、そんな感じで車で行く時なんかはかなり積んで行ったんですけど、まあスニーカーで行っか。動きやすいのが一番。特にディズニーなんていっぱい歩くし、疲れにくい靴を履いていくのがいいよね。おしゃれは我慢っていう年じゃなくなってきたんで、疲れないことが最優先。あとはパンツ、靴下、こっちパンツでした。うるさいぞん。すいません。まあ靴下もパンツも履いていくんで、持っていくのは一個一個でいいかな。前はね大量に持って行ってた。そんなに買える予定。ジーニーくんどうしてでん。すいません、嫌いにならないで。まあ時期的に読めなかったりとか夜寒かったりなかなか難しいと思うので、パーカー持っていくかどうかなっていうところかな。僕はディズニーに泊まりで行った時なんかは一回3時頃とか2時頃にホテルにチェックインしに行って、一回部屋に戻って少しゆっくりしたりなんかもしちゃいます。年なんで。その時に夜に向けてあったかい格好に着替えたりとかもできるし、その辺は彼女にもバシッと言ってきますよ。寒くならないようにちゃんと着ときなよって。まあ彼女もいないんですけどね。本当にジーニーにお願いしたいですよね。はい、パッキング言いながらパッキングするのを忘れていました。パッキング自体を忘れていました。ちょっと詰めていきたいと思います。はい、こちらもう一枚の T シャツはこれでいきたいと思います。もうバッグがクタクタだよ。もうただ入れるだけ。あ、こちら
一応ミニアイロンと折りたたみ傘、何があってもいいように折りたたみ傘一応持っていこうかな。ただ入れるだけ。はい、こんな感じ。この辺のモバイルバッテリーとか充電器に関しては入れ物あった方がいいのかな。くったくた。服は畳んです。脱いだパンツとか靴下とかも入れたいし、それ用の袋にまず T シャツを入れておくのはいいかも。それは用意します。はい、パンツすっ、靴下すっ。はい、あと今回はキャップはちょっと落選かな。ディズニーランドでアトラクションに乗るときに帽子取ってくださいなんて言われると思うので、いや、帽子をかぶる設定で言ったら髪の毛が変な跡ついたりとかぐちゃぐちゃになってしまうので、今回ディズニーということで帽子は落選。残念、作戦ミスって時あるから、今回は残念ながら持っていきません。はい、バッグも自立もしませんが、はい、今全部収まりました。全然バッグの中身も余裕があります。はい、そしてこのエアマックス履いて、この小さいバッグはいつも持つように、こんな感じでコンパクトにまとまりました。あと次の日朝ホテルで準備するとき、自分が早かったら髪を巻いてあげようと思うので、コテを持っていくかもしれません。そういうことはやるよ。あ、彼女いないんですけどね。はい、こんな感じでパッキング終了でございます。お疲れ様でした。まあ両方持っている状態なんて、もうチェックインの時かチェックアウトの時だけだと思うんですけど、まあそれでも軽い。これなら彼女の荷物も持つ余力もあります。任せんしゃい、いないけどグヒー。行ってきます。ミニマリストの考え方に至ってからは、とにかく旅行も身軽に、やたらめったら持っていかない、でも足りないものがないように。今日はディズニー旅行1泊2日かっこオフィシャルホテル、モノレールでぐる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 。はぁ、ディズニー行きたいな。そんな予約取れるもんかね、わかんないけど、きっとジーニーが取ってくれるか。ジーニー好きすぎん。すいません。皆さんはディズニーに行くとしたらどんなものを持っていきますか？どんなパッキングをしますか？これからきっとどん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 出かけやすくなると思うし、出かけやすくなってほしいしね。このご時世が落ち着くといいですね。皆さんもゴールデンウィークに旅行に行かれる方多いと思いますけど、安全に楽しんでいきましょう。楽しむためには持っていくものも重要です。疲れないようにね。はい、今日の動画が参考になってよ、共感できたよと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねる、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日は僕と彼女の行くラブラブパッキング見てもらいました。本当に行く予定もないし、彼女もいないんですけどね。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエイ。